はい、こいつの趣味部屋へようこそ。はい、今回はこちら、はい、早いね。ということでね、今回はね、グランジスタからスーパーサイヤ人ローゼ。はい、こちらをついに手に入れましたんでね、開封していきたいと思いますよ。一応ね、はい、あ、このね、外観を見ますけれどもね、まあ、相変わらず、重いですね、これ。これはね、重いわ。はい、ということでね、はい、では実際にね、これをね、開封したいと思います。はい、ということでね、いやー、これ開封しましたけれども、えらいこっちゃこれ。いやー、これね、やばいっすよ、これ。見てこれ、強すぎだろう。なんつんだろうね、もう。いや、形容しがたい、もう、かっこよさ。このニヤってしたね、この口角が上がってる感じもね、すごいね、不敵な笑み。いやー、すごい似てるしね、もう何より造形が半端ないよね。いやー、すっごい出来ですよ、これ。いやー、大きいしね、重いし、あ、髪のね、このトゲトゲ感もね、やっぱすごいですよ。ポタラもね、ちゃんとあれだし、再現されてて。いやー、もう顔とかも本当に似てるしね。すっごい、このちょっとね、細い毛もちょんって出てるのもすごい再現されてますしね。いや、これマジでかっこいいわ、これ。いやね、もうプライズの域を超えた作りですよね、ここまでいくとね。もう市販品ですよ、このグランジスタシリーズ。いや、ここまでできちゃうかっていうぐらいですね。いやー、すっごいなー、かっこよすぎだろ、これ。いやー、すっごいわー。よいしょ。でね、これね、あと今回追加されたんでしょうね。なんと、箱を開けるとね、こうブリスターで囲われてたんですよね。うん、こうやってサンドされて。今までね、ダンボールのあれ板でなんかこう挟まってた感じだったんですけど、今回はこれはちゃんとブリスターまでついちゃうっていうね、コリオですよ。いや、すごいね、どんだけ気合い入れてんのよっていう感じ。いや、これはかっこいいな。ナイスよ、これは。いやー、すごいな。いやー、すごいとしか言いようがないけどね、もうね、ここまでいっちゃうとね。はい、いやー、この顔の造形もすごいなぁ。よう、ここまでやるわ。恐れ入りますね、ほんと、このシリーズは。次の次回作はほんと楽しみですね。もうこのまま途切れないでね、作り続けてほしいですね、グランジスタシリーズは。いやぁ、ほんとこれは大満足ですね。まあ、皆さんはね、まあ、取られたか、買われたかしましたでしょうか。まあ、私はもちろんね、買いました。はい、まあね、まあ、取れる人は、取ってね、もう多額のお金をつぎ込んじゃう人は買った方が早いですね。はい、ということでね、今回は、グランジスタからスーパーサイヤ人ローゼ、こっち
ちらを、購入させていただいて紹介させていただきました。いやこれを機にね、いいねボタンを押していただければと思います。あとね、チャンネル登録をしてない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではね、今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。